1967から1968シーズンの NBA は NBA の22回目のシーズンである。ドラフトではジミー・ウォーカーがデトロイト・ピストンズから全体一位指名を受けた。またアール・モンロー、ウォルト・フレイジャーラといった後にニューヨーク・ニックスの主力メンバーとなる選手のほか、後に名称として名を馳せるパット・ライリー、フィル・ジャクソンもこの年に NBA 入りした。 前期1966から67シーズン中の2月1日、プロバスケットボールリーグ ABA が創設され、この年の10月18日から最初のシーズンがスタートした。発足から20年以上が経過した NBA は1960年代に入ると毎年のように観客動員数記録を更新し、順調な成長を見せていた。資産形は、 プロバスケットボールという分野が魅力的な市場であると理解し始め、一時は8チームまで落ち込んだ。NBA のチームは1970年代に入るまでには14チームにまで増加した。しかし NBA に新たなチームを立ち上げるには、リーグに支払わなければならない、莫大な加盟量という高い壁があった。ならば、と、青年実業家たちが集まって立ち上げられた。 プロバスケットボールリーグが ABA だった。ABA はニューヨークやロサンゼルスといったすでに NBA のチームが存在する大都市のほか、カレッジバスケが盛んなインディアナ州やケンタッキー州にもチームを配置し、11チームでスタートした。誕生したばかりの ABA はすでに20年の歴史を持つ NBA に対抗するため、斬新な試みを次々と打ち出し、 そのうちスリーポイントシュートやオールスターのダンクコンテストなどは後に NBA にも導入された。初代コミッショナーには元 NBA のスーパースター、ジョージ・マイカンが就任した。この ABA は NBA にとって極めて厄介な存在だった。リーグが2つに増えても選手の総数がすぐに2倍になるはずもないため、当然のように両リーグの間では、 壮絶な選手の引き抜き合戦が繰り広げられた。これは、選手のサラリーの高騰につながり、財政難に陥るチームが続出する。さらに、ABA に対抗するため強引な拡大策を取った、ことが、NBA 全体の水準の低下を招くこととなった。1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。 前期ついに連覇記録が途絶え、長期王朝時代に幕を閉じたかのように見えた。ボストンセルティックスがわずか1シーズンで王座に復権した。セルティックス王朝の時代はまだ終わっていなかったのである。リーグは3年連続でリーグ首位の勝率を収め、ウィルト・チェンバレンが2年連続で MVP を獲得し、前期にはセルティックスを破って優勝を果たした。 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズの支配が始まるはずだった。しかしプレーオフではいくつかの不幸がセブンティー・シクサーズを襲った。デビジョン準決勝でビリー・カニンガムが手首を骨折し、以降の試合を全休してしまい、チェンバレンやルーシャス・ジャクソンも故障を抱えながらのプレーを強いられた。それでもデビジョン決勝、セルティックスとのシリーズでは3勝1敗で先に大手をかけ、 圧倒的優位に立った。ところがここからセルティックスが怒涛の反撃を見せて3連勝を飾り、まさかの大逆転負けを喫してしまったのである。セルティックスはプレーオフで1勝3敗の状態から逆転勝利を飾った最初のチームとなった。ウエスタンデビジョンではデビジョン勝率1位のセントルイスホークスがデビジョン準決勝で敗退してしまい、ファイナルには セルティックスの永遠のライバルであるロサンゼルスレイカーズが勝ち上がってきた。両、デビジョンとも第1シード以外のチームがファイナルに勝ち上がってきたのは1954年以来のことである。ファイナルは4勝2敗でセルティックスが制し、セルティックスは10回目の優勝を果たした。セルティックスは8連覇時代はシックスマンだったジョン・ハブリチェックが中心選手となり、 サム・ジョーンズと強力なウィングコンビを結成した。インサイドには新戦力のベイリー・ハウエルと高知県人のビル・ラッセルが陣取り、ドンネルソンらが脇を固める8連覇時代と同様の隙のないチームになっていた。ビル・ラッセルはこの優勝で黒人ヘッドコートとしてチームを優勝に導いたアメリカ次第メジャースポーツ史上初の人物となった。 公民権運動を指導したマーティン・ルーサー・キングが暗殺された日から約1ヶ月後の出来事である。ありがとうございます。